前の力見極めさせてもらう。生倉刀が銀河紙に変わるとは、いやはやうまくやったものよ。これで郷田の国とも手切れとは、なんとも名残惜しい限りじゃわ。小河原とも無害ことをしよる。月見つれば、うわ、皮肉なものいいよ。上出来だな。どうした？まあ、今さら別のものになどはなれやしない。越後屋はまだ来ぬのか。貴様ら、合田の影か。わし一人を消したところで、もはやどうにもならぬわ。合田ごとき小国、今に小河原が攻め滅ぼしてくれようぞ。小河原、行くぞ。こいつは大きい仕事だ。てめえら抜かるんじゃねえぞ。てめえら一体何が目的で。それはこっちが聞きたい。待て、越後屋の野郎が町の中派手に暴れ回りゃ好きなだけ師匠やるって話だ。ちくしょうめえ、はめやがったな。越後屋六兵衛か。こだまそうとはいい商売よな。おい、越後屋はどうした。その旦那様からことづてを預かっておりまして、急な用件でそちらには行けなくなってしまったんで、申し訳ねえが今晩のところはお引き取りいただけねえかと。獅子は、こだまそうはどうした。それがそのてめえ、覚悟はできてるんだろうね。さて、続きを聞こうか。まったく六兵衛め、足らぬとは思っておったが、よもやここまで足らぬとは。ゴータの影め。確かあの方角は港町。さすが悪の親玉というところか。だが少しばかり遅かったようだな。この船の上なら安全じゃ。わしの小玉草は誰にも渡せぬ。
おお、ゴーダの影だ。お前はすぐに死ぬ輩に告げても仕方あるな。そうか、ならば力ずくで聞かせてもらおう。なかなか良い腕をしている。東の忍びか。だが恨むなよ。同じ獲物を狙う奴があるとは知らされていない。死体は必要ない。好きにしろ。久々に珍しいものを見つけた。俺にはそれで十分だ。死に、それが俺の名だ。いずれまた、まみえる時が来よう。小河原の忍びも、大したことはないな。うわっ！